今回ですけれども久しぶりにラーメン山岡屋でラーメンを食べに行ってきました今回食べたのは10月4日から期間限定メニューということで販売になっていたたっぷり生姜醤油ラーメンこちらをですね食べてみました このラーメンなんですけどもたっぷりのせた爽やかな細切り生姜に4種類の醤油をブレンドした濃厚スープを合わせた深い味わいということで自家製の豚バラ炙りチャーシューをのせたさっぱりとしながらも食べ応えのある一品ですとそういうメニューになっていました今回は山岡屋の千歳店ですね最近釣り行っていなくてなかなか寄れていなかったんですけども久々にこの千歳店行ってみました メニューなんですけれども、入り口にレギュラーメニューは載っていましたけれども、この期間限定のメニューですね、どこかにあるかなと思ったんですけれども、玄関先の方にはなかったような気がします。あとはテーブルのですね、調味料関係はこんな感じになっていて、山岡屋といえば、山岡屋といえば、ラーメン注文するときに自分好みのですね、調整ができるという感じで、麺の硬さ、油の量、味の濃さ、これですね。 調整できるので注文するときに伝えるといいと思いますはいそれではですねたっぷり生姜醤油ラーメン到着したんですけれどもえっ、ー、と今トッピング乗ってるのがですねメンマ多めに多分入ってるんですけれどもメンマを、あのー、アプリのクーポンダウンロードしたときに付いていましたのでそれで追加しているのでメンマが多めに入っていますそれとですね生姜ラーメン 注文していたんですけれども、生姜をですね、載せ忘れていたようで、千切りの生姜が全然入っていませんでした。で、最初ですね、あのこのラーメン食べに行こうかなと思って、山岡屋のホームページを軽く見てですね、これ食べようかなということで来店したんですけれども、その写真をじっくり見ていなかったので、どんな感じか、うる覚えだったので、この千切り生姜が入っているのが、 見逃ししていましたもしかしたらすりおろしだったかななんとか思いながらですねちょっととりあえず食べてたんですけれども生姜の味がですねこの時点であのしっかりしたような感じのものが全然なかったので多分ですね生姜のトッピングがなかったなというのをですね、えー、食べてる最中に、えー、感じまして一応ですねえっ、ー、と携帯でその写真をあ山岡屋の ホーームページもう一度見に行ってで千切り生姜やっぱり入ってたなということで最後の方にはなるんですけれども生姜をですね少し追加でもらってそれでラーメンに入れて食べたとそういう感じになります最初から入っていなかったのがちょっとですねあの一緒に温かいうちに食べれなかったのが残念なんですけれどもまあ最後にとりあえず生姜入れて雰囲気だけは食べれましたのでよかったかなと思います えっと注文するときに、タッチパネルのとこでもしかしたらなんか、あの醤油ラーメンとか間違って注文したのかなと思ったりもしたんですけども、このアーブリチャーシューが入っていたので、多分これは間違いないなということで、店員さんに聞いてみたら、やっぱりですね、醤油生姜ラーメン注文してたので、それで肝心のですね、この生姜のトッピングがなかったということで、少しはやっぱり食べたいので、その追加で少しでもいいからもらって食べたという感じになります。 えっと、その他の具材ですけども生姜はまず乗っているのとネギと何、えー、て言うんですか小ネギみたいな感じのものそれも乗っていましたしメンマと炙りチャーシューっていう感じで,で今回この炙りチャーシューがですねすごく良かったなと豚バラの炙りチャーシュー豚の脂も入ってますし赤身の部分もあって結構ですね厚みもしっかりとしていたのでそれがですねすごく美味しくて気に入りました そして生姜が入ってなかったことであのスープの味がです、ね、結構しっかり分かったんですけども豚骨のその濃さっていうんですかねそれと多分醤油が混ざってると思うんですけれどもこの醤油がですね結構酸味とかも感じられるぐらいキリッとした感じの醤油の風味とかその辺もありまして醤油の香り通常の山岡屋の醤油ラーメンよりもかなりしっかりあるなという印象でそれがですねすごく美味しかったですね で麺の硬さは硬めにしていますので硬めの麺で、えー、山岡屋ならではこの特徴のある太麺で、えー、がっつり食べれるという感じですメンマも今回結構たっぷり入っていたのでその辺ですねメンマも美味しさもこう相まってよかったなという感じですあとは追加でですねあの最後の方に生姜千切り生姜もらったんですけれどもちょっと入れて食べるとですね こう結構油とかもそこそこあるのでその辺ですねしっかりとした味の中に生姜を途中でこうパッと入れることで後味もすっきりしますし生姜の風味なんかもですねこう感じられながら食べられるということでスープ飲む時にこの生姜少し食べてスープ飲むみたいなそういう感じもすごく美味しかったです今こう写真であの小さいお皿ありますけれどもこちらの方に千切り生姜を入れてもらって で,で最後の方にスープの中に入れて麺もちょっとだけ余ってたのでこんな感じで今動画の方ですね生姜と麺少し余ってたのでこういう具合で食べました浮いてる油の量ですけどもこれで普通という感じですね多分生姜結構たっぷり乗ってるはずなので生姜と一緒にこう食べながら油ありつつも生姜ですっきりして食べれるというのもありますし 逆にこう生姜を先にガッと食べすぎてしまうと生姜の味が強くなりすぎて濃厚なスープの醤油の味とかその辺ですね感じにくくなるかもしれませんのでしょうをですねところどころで取り入れながら一緒に食べるとより美味しくなるかなと思いましたのでそんな食べ方で食べるとおすすめかなと思いましたそれではこのような感じで今回ラーメン山岡屋の生姜たっぷり醤油ラーメン食べてみましたけれどもこの濃厚な醤油の 感じのソースとこってり感のある豚骨これも良かったですし生姜の風味もですねこう感じられながら最後の方に味変してスープのこってり感の後味なんかを生姜ですっきりできるのですごく良かったです特に今回これ食べて気に入ったのは炙りチャーシューですねこれがやっぱりあのガツンとお肉の美味しさ堪能できてすごく良かったのでこれも気に入りました 期間限定メニューになっていますので気になりましたら早めに行ってみるといいと思います。